綾や武蔵は、宮城県仙台市青葉区出身の元大相撲力士本名は大葉武蔵。1908年5月20日に、宮城県仙台市青葉区で生まれる。当初は、日中を仙台の税務所で勤務しながら過ごして、夜は学校に通って勉強する生活を送っていたが、ある日近所の高格下から体格を見出されたことで、千画の裏部屋へ入門。 1925年1月場所で初土俵を踏んだ。1928年に部屋ごと、出羽の海部屋へ移籍してからは、当時各界一の競合とも言われていた出羽の海部屋の、関取から激しい稽古を受けて成長し、1931年5月場所において、双葉山定寺と共に、新重量昇進を果たした。1932年1月6日に、 春十円事件が勃発すると日本相撲協会を一時、脱退したが、1933年1月場所で重量格別席として復帰した。この場所は十勝一敗の重量最高成績を収めたが、別席のために番付の上位を決定することができず、同じく復帰した番、神山聖三郎との優勝決定戦を制して優勝した。 1934年1月場所で新入幕を果たすと、左右どちらでも通用する指し手から、足癖、とりわけ打ち掛けを得意とする取り口で人気を博し、柔軟な体格でありながら、腰が重いために土俵際でのうっちゃりも華麗だった。このような技能を相撲で男女の川上りさん、双葉山正田寺、羽黒さん、聖寺、善、田山英五郎といった戦前を代表する、横綱。 大関に強く、特に男女の川上り3には三連勝を含む通算三勝三敗、前田山英五郎には通算四勝二敗と勝ち越すなど大関昇進候補に挙げられた。九百三十七年六月の大阪順本、場所では十二勝一敗で優勝している。九百三十八年から九百四十一年頃が、全盛期で、全頭上位、三役に定着していたが、 成功法の力士に滅法弱いことや、負傷や病気など、三役定着、大関昇進はできなかった。1945年6月場所を7戦、全休したのを最後に現役を引退し、20年の土俵生活に別れを告げた。引退後は年寄り、地下の裏を襲名したが、1958年1月場所を最後に廃業した。廃業後は、 引退直後の1949年から東京、向島で始めたフグ、ちゃんこ料理店、やぐらを経営し、調理師免許を取得して自ら調理に当たった。廃業後は料理店経営に専念し、1963年からは東京、江戸川でもフグ料理店を経営した。ありがとうございます。